夜の女性自身版というのを言いました。なんすか急に夜の母さん得意分野の。ちょっと照明消えてますけど、夜の女性自身、今度夜の女性自身始まったんで、あのそうなんです、ちょっと飯田さんに夜的なあのセックスなのでもちろんお願いしたいかなと思ってるんですけど、まあでも僕占いで、はい、もう生年月日と名前と手相さえ見れば、はいはい、その人がどんなエッチするかはほぼ 100% 分かります。そうなんですよね、言い当てますよね飯田さんね、まあ自分の経験談もあるし、いろんな話も聞いたのもあるし、いろいろ調べるともうこの子がどのぐらいのパターンで変えてくるかもう全部わかります。何分頑張るかとか、はいはいはい、どういうふうにするかもほぼ外れないです。そこがすごいです。なんか星があるんですか占いの中で。そうなんです。エッチのことが出てくる星みたいな。エロい星がある子はエロいですし、エッチ下手な子は下手なんですよ。よく飯田さんの言葉で舐めるのうまいとか舐めるの下手ってよく出てくるじゃないですか、はいはい、あれ舐めるのがうまい人と舐めるのが、あの舐めるのがうまい女性と舐めるのがうまい男性ってやっぱ相性がいいんですかね。相性いいですね。逆にじゃあ舐めるのが下手な人と舐めるのがうまい人なんていうのは相性が悪くないですか。やっぱ舐めるのが好きな人は舐めるのが好きな相手がいいです、うん、やっぱ自分のやってることっていうのは相手もやってほしいことなので、うん、なのでだって恩返しすればいいですよ。あ、されたことをされ返す。だから耳舐めてくる女の子がいたら、まあ、男性の耳舐めてきたらみんな目返してあげれば大体、自分が気持ちよくないとこ責めないですよ。そりゃそうですよね、はあ、うん、自分が気持ちいいと思うからそこ責めるわけですよね。そうそうそう、分かった。耳舐めてきたら耳舐め返す。だからあんま舐めてこない男性だったらあんま舐めなくていいですよ。あ、注文しない限り。要は自分もあんまり感じてないってことですね。そう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 、なのでやり方、まあ、でも一番そこは出るんですよね、相性、うん、自然にやってて何もなくうまくいくと、うん、やっぱ一番いい。あ、無理をしないってことなんですかね。そうな、僕占いの中で無理は続かないんです、うん、無茶はいいですよ、たまな無茶は刺激になるけど、無理はやっぱ無理です、続かないです、うん、続けられない無理が一番良くないです、うんうん、ダメですよ、続かないです。まあ、よくその男性とかっていうと時間とかっていうの気にするじゃないですか、はい、どれぐらいでいくかみたいな。でもかといって女性の中でもその時間が長く長くないっていうのも相性のうちに入るわけじゃないですか。あんまりされると痛いとか、逆にガンガン来ないと嫌だとかっていうのがあると思うんですよ。でも見分ける方法あります。 おしゃれな女は長い方がいいです。はあ、都会的スタイリッシュで今風なお姉さんは前儀も長く長く人が喜びます。小ざっぱりした女の子とか、ナチュラルな感じが出る女の子はパパッと終わった方がいいです。あんまりこうしつこくしない方がいいです。男性でも分かりやすいです。だから男性でもおしゃれな男とか、うん、あと真面目な男ほど長い方が好きです。あ、なんか分かる気がします、ね、クリエイターの人はムラが激しいです。ムラが激しい、はい、今日は長く明日は短くばったり急にする。あ、なのでそんなの分かります。よくその女性の悩みでセックスレスっていう言葉が出てきますけど、はい、あれってどうなんですかね。こう夫婦として相性が良かったはずなのに数年経つとなくなってきちゃうじゃないですか、はい、そういうふうになったらどうなんですかね。ある程度言ったらしょうがないのもあるんですけど、うん、やっぱ女性も抱かれようとする努力をどこまでしてるかですよね。あ、自分が女として、そうそう、45になっても綺麗な女の人をたくさん見てるけど、うん、やっぱ抱かれようと努力してるから抱かれるみたいな、うん、抱いてくれないからもういいやとほっといちゃうと、うんうんうん、まあ、旦那も悪いんですけども、やっぱ女性の方から抱かれるような見た目ないしスタイル維持どれだけするかっていうのが大事だと思います。まあ、男性になるとやっぱ年齢が経つと機能的なものが出てくるじゃないですか、男性機能なみたいな。 ね、でもそこっていうのもあまり気にする人もないような気がするんですけどね。気にしなくていいですよね、まあ、でもそうですよね。でも時には女性から来たりとかね、うん、男性から来るものだと思って待ってるようじゃダメだったりしますけど、ね、そういうのってもなんかやっぱ占い的にこう積極的な方ができる人と受け身の人とか出てくるわけですか。あ、出ますね。受け身は真面目な人ほど受け身になっちゃうので、うん、お金稼ぐ力が増えるほど意外とあれなんですよ、受け身の人。お、そうなんですか。なんかがっつきそうな気がしますけどね。そういうわけではないですね。油切ってるみたいなイメージありますけど、油切ってただエロい人は、運よくお金稼いでる人はただ油切ってます。あ、真面目に人生を行った人はあんまりエロくならないです。まあエロいですけど、そんながっつかないです。優しくもなるか、優しくなるけど、そこってでも大事ですよ。だからやっぱ相性を占うときに今の恋愛運だけではなくて、やっぱり結婚して先々どうなるかなって、うん、じゃ ある程度こう見越した占いっていうか恋愛をしては考えなきゃいけないですね。僕でも恋愛のアドバイスで、はい、
もうちょっとこう頑張った方がいいですよ、うん、攻め方をアドバイスしたら2回目会った時に飛田さんのおかげで夜頑張ったから彼とめちゃくちゃラブラブですみたいな、あでもそれ大事ですよね。ただ一つ難点がありまして、はい、エッチの最中飛田さんの顔しか浮かびませんそれをどうにかしてください。どうしよう、ここで飯田さんこう言ったからこうしなきゃみたいな。こうしたらいいと。すごい喜ぶんですけど、ずっと飯田さんってエッチしてる感じになっちゃった。どうしたらいいですかみたいな。知るかいっつって。知るかい、そんなこと。なるほどね。良かったんだか悪かったんだか。